ニール・ゲレルス・スウィフト・旧称・スウィフトは2004年11月20日にデルタ2によって打ち上げられたガンマ線バースト観測衛星である。NASA のエクスプローラー計画の特にマイデックスの一つとしてアメリカ、イギリス、イタリアによって共同開発された。NASA のゴダード宇宙飛行センターによって運用、管理されている。2018年1月10日。 このミッションを率いたゴダード宇宙飛行センターの主任研究員、ニール・ゲーレルスの功を称えて、この宇宙機をニール・ゲーレルス・スウィフトと解消することが発表された。スウィフトは複数の波長を観測できる宇宙望遠鏡でガンマ線バーストの研究に利用されている。三種類の観測機器を搭載しており、ガンマ線、X 線、紫外線、可視光の各領域で、 ガンマ線バーストとその残光を観測することができる。スウィフトは、バットと呼ばれる視野の広いガンマ線望遠鏡で天空を監視しており、ガンマ線バーストの発生を検知すると、モーメンタムホイールを利用して、地上からの完成なしに衛星をその方向に向けることができる。この素早く向きを変える様子から、スウィフトと命名された。スウィフトという名前は何かの頭文字を並べたものでは、 ない。スウィフトの観測データはすべて地上に送られ、プロジェクトに参加している研究者が利用できるようになっている。また、スウィフトがガンマ線バーストを検出すると、その情報は直ちに地上の研究者に通知される。これにより、地上の大型望遠鏡を使用して、バースト直後の天体を詳細に観測することも可能となった。ガンマ線バーストが発生していない。 時間帯には外部の研究者が他の目的での利用を依頼することもできる。衛星に指令を送るスイフトミッションオペレーティングセンターはペンシルベニア州のステートカレッジにあり、ペンシルベニア州立大学とその下請け企業が運営している。主たる地上基地はケニア沿岸のマリンディにあり、イタリア宇宙機関が運営している。データセンターは ゴダード宇宙飛行センターとレスター大学にある。衛星はスペクトラムアストロ社によって製造された。スウィフトは3種類の観測装置を搭載し、ガンマ線、X 線、紫外線、可視光線にわたる広い領域で、ガンマ線バーストとその残光を観測することができる。ありがとうございます。